これで持っていかないと入らないな。もう一度やってみます。あ、最高最高。お願いします。カメティカメティカメティ、もう一回もっと近めに。ケチャップさんも記念撮影です。さあ今日はいい日ですね。行ってみましょう。お疲れです。ウェイスウェイス。お疲れでした。お疲れ様です。ちょっとやばい感じですかね。ライブしたらやばい感じ。結構シャワーとか。じゃあ見てる了解です。行っちゃってますよね。じゃあちょっと遠慮しながらやばくない方から行ってみます。うい、お疲れです。お疲れです。いいね、やっぱ勝つとね、ほんといいよね。うい、うい、お疲れです。なんか時間しながらいろいろとありちょっと回りながらやっていきたいと思います。さあ本当だったらねハイタッチがあるんですけど、今日はね、あ、今ビジョンに出てますね。来週25日土曜日も、今度ブルージェ盛岡戦、やっぱりホーム、ギョンスでやるので、ぜひ皆さん来てください。さあ、暗いけれども、暗いけれども、いるかな？ウィスバチ君、お疲れ様です。大丈夫ですか？すごい、あ、痛めた？いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですか？これすごい冷たいんでしょ？まあまあ、うわすごい冷たい。まあまあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、お疲れ様です。社長の小西さんですね。さあ勝てばみんな一番気分よく終えられるんですけど、うん、大丈夫かな。大丈夫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 。ちょっとじゃあね、選手の、帰るバスの前まで、それまでちょっとギオンスの様子をお伝えしていきましょうかね。この子たちはうちのユースの子たちですね。中学生かな、ジュニアユースだと思います。おい、お疲れ様。みんなジュニアユース、はい、ユーいくつ？13ね。じゃあ今年から入ったのね。はい、はい、じゃあよろしくね。これ今ねライブって YouTube なんだよ。マジっすマジっす。じゃあ家帰って見てみてください。自分知ってますから。みんな大変準備。はい、はい、そうだよね。で、まだ疲れてると思うけど頑張ってお願いします。お願いします。そう、この子たちが片付けてくれてます。すごい、あそこのね奥見えるかな、このメインスタンドの全部今、ベンチシェアアウトばっかりですけども、この片付けてるのもユースの子たちが今片付けてくれてます。あとこっちですね、もう終わった途端に、片付けが始まりました。こっちは、スポンサーさんの、スタジアムバナースポンサーさんたちのバナーと呼ばれるやつですね。これは今みんなボランティアさんが片付けてくれてます。いやー本当にこんなに、ね、ボランティアが多いし、ボランティアだけやってるクラブが他にあるか知らないですけど、相模原はボランティア の、クラブとはね、いわゆる
そういう雇用関係にない人たちの力のおかげで成り立ってます。このゴールもですね、みんな、バラすのもボランティアさんがやってくれててバラしてます。いやでもね、やっぱね、勝てば気持ちがいいですもんね。勝てば気持ちがいいですもんね。いや、これ今配信してますんで、はい、家帰ってぜひ見てください。はい、 YouTube です。よろしくお願いします。お疲れ様です。そう、こんなんなってるんですよね、ビヨンスの。そう、これだけ見せないんですね、あのサッカーのゴールというのは。これはすごいな、みんな。もう俺は腰痛めそう。早い。おい、お、大丈夫。はい、みんなも疲れてる。おい、じゃあ邪魔しないように、はい、次に行きたいと思います。あ、選手がいるな、誰だな。お疲れでした。お疲れでした。川沼くんと田田くんと星くんでしたね。終わるとちょっと話しかけやすいんですけども、もう早速、あ、もうこれはあれですね、サポーターの皆さんが、今日持ってきたあれですね、掲示したものを全部片付けてくれてますね。これ多田選手と稲本選手のやつですけれども、お疲れ様です。ちょっとじゃあね、エンドの方に行ってみようかな。この中を通って開けるといけるんですけど、ここがね、開けないと何気に地味にギオンスのエンドから、あちらのメインスタンドのある事務所のある方、選手がいたりね、する方まで行くの結構遠いんですよね。いやサポーターの方がお帰りになりますね。いやみんな、まあ今日はね、本当勝てば気分ですよね。ね、もう子供たちを見送して帰ってます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、もうスタグルは終わりましたね。本当にスタグルの皆さんもね、いつもはもっと15台とかあるんですけれども、このコロナの状況とね、お客さんの入りの方もどうしてもいつものも本当何分の1っていう形なんでね、どうしても少なくなっちゃうんですけど、それでもね、皆さん、やってくれてるだけありがたいということでね、来ていただいてて本当にありがたいですね。我々も、お疲れ様です。あ、なんだ、そこはちょっと知ってる人がいるのかな。あれ、お疲れ様です。これ何ですか、はい、これ何ですか。これサガミスター抽選会の景品。今年はもうこちらでお渡しですか。はい。あ、なるほど。皆さん来ましたか。あと1名来てないです。あと1名、何頭が。カーサンシェード。カーサンシェードは、はい、何番が来てないですか。ちょっとこれ言っときますよ。今何番だろう。4081、もうわからない。もう来た人渡してるだけですね。これグッズ担当ね。ひどいです。これ確認してないです。これね、適当なこと言ったらもう今もらえますよ。早く皆さん来てください。見てるんで大丈夫です。見てないで、もうチェックしてないです。これノーチェックですね。もう完全に。番号は見てます。はい、わあ、そうですか。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。広瀬さん当たったんで。どちらですか。どちらの方が当たりました。手前の。何があったの。騎士です。あ、騎士。どなた。これ、和田さんと星さんのサインです。これ言っちゃってもいいかな。いいんじゃないですか。大丈夫ですか。あ、お疲れ様です。あ、どうもどうも、お疲れ様です。あ、これね、広瀬さん、どうもどうも、いつもお疲れ様でございます。いや、なんだか、やっとね、試合が始まりましたからね、本当に、ね、練習場来れなくなっちゃったと思ったらね、そうですよね。
そう思ったら今度はね、何オフィスの方まで来ていただいて、クラブの、ね、お手伝いまでしていただいてね、いろいろと本当になんかバイト代も払わなきゃいけないような感じですけど、バイト代いただいたんで大丈夫ですか。あのコーヒーしかももらったやつもらってやってるだけですけど大丈夫ですか。僕買ってないやつですけど、今何でしたけど、はい、大丈夫ですか。いけない、なんかあったみたいですね。そうなんです。何やった。見ます今日。どうなったの。ほら、星さんと多田さんですよね。星くんと多田くん、両サイドバック。来ましたね。左と右が揃っちゃってやりましたね。やっぱこれはやっぱりね、本当にあの足を運んでる方に当たるようにね、なってますね。本当におめでとうございます。本当に今年は2回果たしましたので。ちなみに今年はどなたを押される予定なんですか。星さんでございます。星くんを救う、はい、あ、なるほど、はいはい、なるほど、いや素晴らしい、よくご存知で、今日も左サイドでね、はい、本当に走り回っていただいてありがとうございました。本当に全然見てないです。右から駆け上がってきてですね、最後の方にね。あ、なるほど、ね、もうでも勝てば気分がね、本当によく帰れますよね。本当に良かったです。いや良かったです。本当に取りに来た方いらっしゃる。はい、まだあの交換制度1名だから。あ、そうか、前回も来なかったんですよね。そうなの、うん、別の人ですけど。何が、はい、タータンシェードが来てないそうなので、じゃあタータンシェード皆さん取り来てください。じゃあまた皆さん来週もギヨンスでお会いしましょう、はい、ありがとうございます。お疲れ様でございます。お気をつけてぜひ、はい、もう来るいらっしゃるの分かってるので、来週もお会いしましょう。お疲れ様でございます。いつもの皆さんにご挨拶をしまして、さて会場の皆さんお疲れ様でございます。いやー本当にね、ちょっとでも売上が上がって、なんとかねこの苦しい状態乗り越えれるといいんですけれども、お疲れ様です。あ、バス来ましたね。ちょうど来ましたね。こっち側から捉えるつもりじゃなかったんだけど、お、来ました。で、これがですね、スポンサーは YM 交通さんの提供してくださってる和田街水相模原の選手バスでございますね。いやー立派ですよね。もう3列シート、ですからね、ちょうどこのコロナの時代にスペースを空けて乗るにはね、ちょうどがいい。本当にやっぱりみんな選手体大きいんでね、3列シートすごく評判いいです。何年ぐらい前かな、2年ぐらい前か3年ぐらい前か、これにしていただいてね、本当にこういうちょっとしたことで選手のコンディション良くなってね、ぜひ勝てるようにこちら勝ちたいですね。さあバスが来ました。さあ皆さんは片付けがだんだん進み始めている。じゃあもう一回ちょっとロッカールームの方に行ってみたいと思いますが、うわ、なんか増えてる。あ、お疲れ様です。お疲れ様でした。すごいなんか冷えますか、やっぱり。これ大丈夫ですか、ライブ配信ですけど。あ、大丈夫ね、本当。和田選手のゴール、和田選手のゴール、やったー、やりました、決めたぞー。多分もうみんな見てると思いますので、よろしくお願いします。あ、星選手、和田もお疲れ様でございました。今今日星選手の3位当たった人がすごい喜んでました。ちょうど外で、よかったです、よかったです、ありがとうございます。さあ、じゃあこれでみんな中入れるかな。やっぱりね、みんな明るいですよね。あ、ちょっとこっちもいましたね。あ、よい、お疲れ様でございます。はい、岩下講師、よい、お疲れ様でございます。あ、もちろんお疲れ様です。お疲れ様です。おいっす、おいっす。ちょっと話したかったですけど、帰ってきましたね。さあ、もう一回入れようかなと思います。いいかな、いいかな。ちょっと様子を見ながら、もう完全にちょっと放送モードにされない感じでしたので、もうちょっとないと思います。まあ、せっかくね、時間もあるんで、何か皆さんにご紹介できるのがあればいいんですけれども、
ちょっといいかな、入ってってます。いや、なんかいい話してるっぽいな。ちょっと入りづらいですね。さあ、ユースの子たちが片付けてくれて、そう、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、DJ の皆さんも引き上げましたね。スタジアムでもね、まだ上の方もね、あれですね、ボランティアの皆さん清掃をしてくださってますね。本当、試合終わって今どのくらいですか？20分ちょっと経ったぐらいだと思うんですけど、ね、本当これ全部終わってからね、皆さん帰るので、本当夜帰るの遅くなるし、まあ今日はね、土曜日開催の試合なんでね、明日休みの方多いと思うんですけど、開催が日曜だとね、この時間から片付けて家帰ってご飯食べてお風呂入って、ね、本当に遅い時間になって、月曜日翌日迎える人たちもね、たくさんいると思うんで、本当にまあね、よくうちの SNS でも広報の高瀬さんとかいろんな人が言ってますけど、まあ本当にありがたいというか、まあ月並みですけどね、ないといらっしゃらないと成り立たないというのがうちの状況ですね。なんかちょっと、なんかまだもうちょっと時間あるみたいなんで、どこかに様子を見に行きたいと思います。お疲れ様です。よいっす。いや、みんなあれの緑の上に乗せます。あ、お疲れ様です。あ、鈴木さん、あ、ちょうどいいとこにいた。ちょうどね、なんかやんなきゃいけないなと思って、選手バスが出るまでちょっと時間つなごうと思ったんですけど、営業の鈴木さんです。よろしくお願いします。鈴木さん、今年はちょっとどうですか、調子は。チームの話じゃないですか、ね。まあ、もちろんそのチームでもいいし、はい、鈴木さん個人の話でもいいですよ。個人ですか。いや、もう個人でもその法人としてでもね、はい、法人、公の人です、ね、公の人、そうそうそう、さすが話が分かりが早い。いや個人としてはどうですかね。会社入って4年以上経つんです。鈴木さん4年経ちましたか。はい、5年目なんですよ。5年目ですか。うん、で、なんかね、街でいろんな活動して、いろんな団体とか出たりね、活動してたんですけど、まあ、こうやってボランティアに来てくださる方の中にもそういう団体の人たちもいらっしゃるんですね。で、ああ、どこの会で一緒だった人だとか、なんかそんな人もどちらもいたりするので、はい、そういうところのつながりは感じますね。今年は特に今年は感じる。コロナの影響もあって、うん、皆さんイベントがなくなっちゃったのもあって、あ、そうですね、うちの試合に、はい、手伝いに来てくださったり。あ、なるほどなるほど。で、このサッカーのイベントを通して、はい、この街でイベントやるならどういう運営にしたらいいのかみたいな。あ、鈴木さんの好きなやつね、街の人同士がつながる。鈴木さんね、こう見えてもね、お金のこうね、もちろん営業お金取ってくるんですけど、鈴木さん一番やりたいのはもう街づくりっていうね、そうそうですね、街の人とかつながってね、はい、つながっていくっていうことが鈴木さんのモットーとしてね、わざわざ一部上場企業をね、お辞めになられて、皆さんこういうとこ来てるわけですから、もう本当にお疲れ様でございます。鈴木さんも本当に安定した道を捨てて、ありがとうございます。望むところで、望むところでございます。いや、もう本当みんなそんなんですからね、本当にみんなそんなんですから、もうなんとか報われたい、報われてほしいですよね。まあ、本当に僕らが大きくしていけばいいだけだ。おー、かっこいい。おー、来ましたね。俺はいただきました、いただきました。じゃあ、その言葉とともにお疲れ様でございました。鈴木さん、ありがとうございます。いや、鈴木さんからいい話をいただいちゃいましたね。こうなっちゃうと、なんかスタッフ紹介でもしたくなっちゃいますけれども、今みんな忙しいんだよな。でも、こんなことしてるとバス行かないよな。ちょっと戻ろうか。
人なんだ大丈夫かな。これでね選手いなくなっちゃったらちょっと何してたってなっちゃうんだけど、こちら放送室ですね。この放送室、まあ、ここも皆さんボランティアの人たちで我々やってますからね、本当になかなかですね。鈴木さんも言ってましたけど本当にそういう僕なんかまだわからない人間関係がねたくさんあってそういうので慣れてきてるんだと思うんですけど、まだ大丈夫ですね。まだ大丈夫。真面目な話してるね。ちょっと話しかけづらいんだ。いやでもねちょっとロッカーはさっき着替えてたしな。ではちょっとどんな感じかお見せしたいんだけど、さすがにお着替え中ちょっともう一回下になるんですけどね、通路。ちょっとあれ、小西さんかな、うん、忙しくなさそう、なるべくあんまり忙しくなさそうな人ですか。あ、この人はちょっと怖いかな。あ、どうも中村先生お疲れ様でございます。 YouTube ライブでございますが、YouTube ライブでございますが、いや、やめてやめて。いやいや大丈夫大丈夫ですよ。もうそんなね、多分3人ぐらいしか見てないですから、みんな知ってる知ってる人です。いや今日お疲れ様でした本当に。これはちょっと人の名前書いてあるからあれですけどね。はい。もうだいぶコロナ対応は慣れましたか。そうですね。そうですね。はい。はい。あれでしたか。今日はゲートにいらっしゃってなんか体調悪い方とかそういう方は。大丈夫ですか。どこにあるかですか。なんか前回もなかったみたいですね。前回もなかったみたいですね。そうですね。なんかあれをこう額に合わせるやつ、はい、額で測るやつ結構誤差があるから、はい、あれで37度超えても脇で測るとそんなにないとかっていうケースが、あ、そうなんですね。うん、は聞きました。ちゃんと測ると、ちゃんと測り直すと7度ないとかっていうねケースあるみたいです。3件ぐらい前回あったとかって言ってたのかな。あ、そうなんですね。はい、だからちゃんとね、そういうとこチェックできてるってことですからね。うん、本当になかなかうまくね、できませんね。そうですよね、はい、まあでも今日勝ちましたからよかったですね。いや、もう勝てば全てがもう OK です。この後はもう本当に余ったお弁当いただいて食べて帰るだけで今日のは美味しいですよ。今日は美味しいです。今日はなんか生姜焼き弁当みたいなやつがね、今日がいいようですよ。今日は美味しいですよね、はい、本当にヘッドコーチお墨付きですあ、そうだね、あれ何サツさんの、サツさんが言いつったあれを。そう。あ、そうなんだ。褒めてくれました。あ、そうですか。はい、サツさん何でも食いそうだけど、まあね、サツさんが褒めるんだったら。ああ、まあまあまあ、ちょっと聞いてください。わかりました。はい。じゃあ行ってみます。お疲れ様です。お疲れ様です。中村さんですね。クラブの、経理とかねをやってくださってまして、試合の日はね受付で、入場者の来場者の受付をくださってますね。ここはね。運営室なんでちょっともしかしたらお見せしたらまずいものもありそうなんでやめとこうかな。ビクトリースーパーセーブありがとう。ビクトリー帰ってきましたね。もうちょっと前にビクトリー捕まえたかったですね。選手プロね、なんだ、じゃあここ買っててもいいのかな。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。こちらをちょっと、あ、すみません。いや、お疲れ様ですね。いや、なんかちょっと、篠さんお忙しい？まあそうだよね。まあ篠さん、ね、バスの時間があるんでね、篠さんのご紹介またにしますので、じゃあね、うちのオフィシャルカメラマンの篠さんでございます。見てください、皆さんが見てる写真はね、こういう機材で撮ってるんですよね。
これはニコンさんですけれども、ニコンさんの D5、 いやこれはもうフラッグシップ機というやつがこう2台、さらにこれは何ですか、篠さん、これもう違いは、これは D500 です。これ D500、 これ APS ですか、こちらは。これもフルサイズ？いえ、フルサイズじゃないやつですね、はい、もうちょっとニコンに疎いもんですいません、本当に。あともうやっぱりね、スポーツ専門のカメラマンの方が持ってらっしゃるのがこれですよね。この4ニッパという軽自動車は優に1台は新車で買えちゃうという4ニッパ、これをもう垂れてるっていうのがですね、本当にあれですね、もういやー、たまらされます。じゃあまた後ほど作品の方、作品というかね、作品じゃないね、はい、写真の方よろしくお願いします。ホームページ掲載したいと思います。忙しいな、やっぱそりゃそうだよね。あ、見つけた、暇そうな人。いやいや、イエーイ、暇そうな人。強化部、強化部、強化部、違うな、強化部ってどこ強化してるの、強いのが、そう、強いじゃなくて強の、そうでしょ、胸強化してんだもん、胸強化部、うん、胸が強化されちゃってる、本当に胸の強化部ね、うん、こんなこと、こんなことが得意なの。さっきまで戦ってた男たちとは思わない、この俺は戦って、もう戦ってない、上で査定してた、いやいや、査定してた、さすが渡辺、査定されてた、ずっと査定されてた、今日も声大きかったからね、今日も5段階で3、5段階で3、普通でしょ、勝ったのに3だって、いやでも俺はそれぐらいなんですよ、大体いいですよ、分かってます、自分で。あ、本当、4と5いっちゃったらちょっとここにいないと思いますもん。3っていい方だ、3っていい方だ。でもさ、今日セットは全部さ、まあやらせてないし、でももうだってあれでしょ、守備は OK でしたね、 OK でしょ、はい、OK でした。ってことは俺は守備担当なんで、今年渡辺査定は非常に高いっていうことでいいんじゃない、はい、いやもうだから3でもらえばもう3でいいの、同じ33番の D だった、ギリギリ、あ、そうなんだ、相手の後半の最後、あ、そうなんだ、浮いてた、さすが査定担当、よく見てる。で周りで誰か33空いてるってずっと言ってるのに、ナビは気づいた、ここがさ、佐藤、佐藤空いてた、ここ見てみたよ、あ、そう、一番最後のコーナー、あ、そう、で、コータが行った、多分行ったんだ、そのままセカンドボールにいて、ちょっと見てみた、33番のフリーで一人空いてた、これはまた大事なわけでね。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でーす。あ、そうだね。多分コータがこっちに来ました。コータが誰か中のやつの指示でコータが行ってた。最後リスク背負ってた。誰がしっかり見てたか知らんけど。うん、そうだね、ここ今ちゃんと振り返ってるから大事な振り返り、いや、これ YouTube、 いやで最後のセットの時は大丈夫だったんで、うん、で入ってきたの気づいてないから、うん、最後1対1になってたからもう、うん、その時に多分コーターがついたからもう33もケアしたんだ、うん、その次は、うん、なるほど、確かに33も気づいたわ、それ俺平面だったから全然見えてない、こっちだったらね、周りで33フリーって言ってるの聞こえて見たんだ、うん、だから確かにフリーだった、うん、それ知らないから誰が誰ですか、もう終盤どさくさでそういうことあるんだね、いやありますよ、全然、ね、全然最後は結構交代結構相手してるから、うん、そうするとこうマークが、そう、セカンドボールにいたやつが入ってきたり、うん、後ろの残ってるやつが入ってきたりするんですよ、うん、で実際にそうだったんですよ、なるほど、でそのためにマークを変えたんですよ、あ、今日ね、はい、2回変えたんですよ、マーク2回も変えたの、2回変えてるんですよ、あ、そう、俺今日てっきりさ、あの例のムカデなり団子なりをね、はい、まあやっていただけるのかなと思ったんですけど、いや今日は、今日はなかったでしょ、向こうがゾーンディフェンスだったんで、うん、だからそういう入り方しなくてもいい、要はマークじゃないから、はい、うん、もうコーラなかったですね、まあ、なるほど、1本だったから多分怖かったのは、はい、コーラキック、さすが、いや疲れた、疲れた、もう最後しんどかったね、そうですね、最後の方しんどかったですね、ちょっとね、もうちょっと楽に勝ちたかったけど、まあまあまあね、ちょっと受けちゃったから最後、うん、メイトがいたら楽なの、そうですね、バーンされ方が違う、一人ではいない、なるほど、さっさっさ、でも達也さあそろそろかな、お疲れ様でーす、ね、本当ここから出てくるんだけど、あれ声がするけど、あれ違うの、ね、あ、ユースの形だな、
さあ、ちょっと、もう一度行ってみましょうか。結構時間が経ったので大丈夫かな。ちょっと待って確認します。これ全然お風呂入ってました。マーシーがマーシーでしたね。これは本当に、いや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 、でもね本当にね、和田選手っていうのはあれですよ、まあ、今もちょっとあの着替え中であれでしたけど、シーズン開始前なんかに、時の住処で、みんなキャンプやってたんですけど、まあ本当そのキャンプの時、みんな部屋でね、柴田君ってトレーナーの、施術受けるんですけど、その時にねやっぱりこう太ももとか足とかお尻とかっていうのをこう、まあ本当近くで見るとね、そんなに上背があるタイプじゃないし、体大きくもしかしたら見えないかもしれないけど、お尻と足はね本当に象みたいな足してますね。太いです。もう太いしで、ね、やっぱりコーチに聞いたら当たり負けしないって言ってましたね。非常に重心低いし、お尻も足腰もしっかりしてるから、ディフェンス側に当たられても全然当たり負けしないですっていうことは言ってました。ちょっとまだかな、ずっと待ってんだけど、あれまだ出ないのかしら。誰も乗ってない。そうですか。もうだいぶ早い段階で始めて困ってるんです。もう本当に新人長瀬さん、仕事中だな。仕事してる。あ、これだ、あれですね、新人の営業、一番新しい、まあ、新人って言ったってね、中途採用ですから、ちょっと年齢はあれですけれども、長瀬さん、長瀬さんもね、先ほどのあれですね、鈴木さんと同じようにですね、まあもうそれなりのところをですね、退職されて、夢だったサッカーのということでね、うちに来ていただいてあれですけれど、いやお疲れ様です。おいすおいすおいす。本当にね、なんて言うんですかね、一言で言うならばね、本当にこう素晴らしい常識のある人ですね。もう良識人です。なかなかねやっぱり僕もクラブとかの人たちといろいろ付き合って、サッカーチームね、やっぱりずっとサッカーしてたりとかっていう人たちの集まりと、まあ、あと会社を辞めてねこうやって来る人たちの集まりがこうクラブとチームっていう形で融合するんですけど、もう全然それぞれ違う文化の人たちが集まってくるので、なかなかね一つのこう価値観というかね、雰囲気っていうのがこう生まれづらいっていうか、一体感がこう出づらい。特にまあ相模原、練習場にね、クラブハウスに練習場が併設されてないので、なかなかここクラブのスタッフと、選手が会う機会も少ないですし、まあ、そういう中でね、クラブスタッフどんどん増えて、まあ、本当に長瀬みたいなね良識ある人っていうか、いわゆる一般常識持った人たちがどんどん増えていくとね、クラブ本当安定してくるんだろうなっていうのは感じます。あ、今ユースの子たち解散ですね。お疲れ様ですね。さあみんなもう中学生ですからね、早く帰ろう。あ、お疲れ様です。もう勝てばね何でも大丈夫ですね、今日もね。あ、お疲れでした。選手だったね。あれ、あ、なんかあれですね、斉藤くんがあれですね、バンダレム選手と話してますね。ちょっ
ちょっとどなたかわからないんですけれども、ちょっとバンナルニ選手まだいますね。さあ、あ、もう。お帰りの準備が進んでますけれども。お疲れ様です。いやー、宮城さんお疲れ様でした。放送禁止用語とか言っちゃいダメですね。放送禁止用語は、J リーグの運営として、確実に禁止でお願いいたします。今日でもどうでした宮城さん。今日はいやでも非常に良かったですか。非常に良かったですか、うん、試合ももちろんなんですけど、はい、何もないっていうのが実は運営担当としては一番いいあれなんですよ。悪いことが何も起きない。そうで無線で何も基本的に大きなトラブルみたいなのはなかったので、はい、もう本当に皆様のおかげです。おかげでね本当に、はい、みんなそう言うよね本当に。あの資料でだってあれできちゃってるっていうそこに本当に感謝しかないです、うん、あそんなに大したものを作ってないの。あの、うん、エヴァンゲリオンの最後の2話、うん、絵コンテで出してるじゃないですか、うん、あんな感じですよ資料が。まあちょっとなるほどね、はい、はいはいはい。手書きで書いたスキャンしてそれをパソコンに取り込むとかっていう。もう皆さんでもボランティアさんが分かっててそれでやってくださる、うん、その資料の荒れてる感で あみたいな大変だなみたいなね。ちょっと宮城大変だぞっていうところをね感じ取ってやってくれる。あ、おかえりなさい。これと腰どうですか。腰お疲れ様です。ちょっとですか。試しにこれ肩にかけてみてもらって。いやー重そう。じゃあありがとうございます。いやー9が最後あれ、1年の2年が荷物片付けて帰るから。いやー、ね、ゴミを忙しそうですね。あれこの人も元気いい人。うん、ブックタバックとコーリーボックスだけちょっとなんか、まあコンビニでいつも氷ビニール袋みたいなそうで持ってってビニール袋余分で持ってくそうそうそうみたいな、うん、最悪のあれはね、はい、でライマンフローが向こうにあるから。はい、了解します。お願いします、はい、写真ちょっと撮ってみて。はい、写真撮ってバッチリ。お願いします。今日もありがとうございました、堀内さん。やっぱり皆さんの運命のおかげで2対1、ホーム勝利。2対1やりましたね。最高ですね。お疲れ様です。じゃあ、富田コーチ。富田アカデミーダイレクター。いや、そんなことも。いや、ダイレクター。富田ペーペーでございます。いやいや、今日もね、富田ダイレクターの素晴らしいユースの子たちの活躍によりですね、芝は引かれる、ピッチ看板は出る、すべて出て片付けて、このベンチもですか、はい、そうですね。すべても彼らのおかげでね。本当、子供たちが ね、一生懸命、このピッチに立ちたいっていうあの思いで持ってみんなやってますから。いやなんかね、中学校1年生たちがね、あの資料を持ってね、はい、やれ60センチここ開けるんだとかね、やれここは1メーター開けちゃダメだってやってましたよ。すごい。結構責任感持ってね。なるほどね。やっぱ役割はね、与えられると人はね、成長するやつですよね。はい。そうだと思います。まだね、あのちなみにうちのユースのセレクション、はい、はいはい。ジュニアユースと、はい、ユースのセレクション、はい、嬉しそうですね今ね。告知タイムみたいな感じで来ましたね。堀内 IT 部長のおかげでですね、はい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 、告知タイムでお願いします。改めまして SC サメの富田です。お疲れ様です。ジュニアユース、はい、ユースの来年度のセレクションの日程が決まりまして、はい、今現在堀内 IT 部長のおかげで、はい、ホームページに、掲載されております。バッチリアップしております。思いを持ってクラブこの SC サメヤラで、はい、プレーをしたいという、はい、思いのある選手にはぜひ参加していただきたいと思いますので、はい、どしどし皆さんご参加お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ来年もね、はい、いい選手みんな来てもらって、ね、ぜひね、サッカーだけじゃないんでしょ。そうです。サッカーだけじゃない、あと何ができないってなるんですか。やっぱり人として当たり前に、うん、例えば挨拶ができたり、はい、困ってる人がいたら助けたり、はいはい、そういうことがやっぱりできる選手が最後ピッチで活躍するんじゃないかと思っております。みんな人間教育も含めて、はい、富田コーチよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。おはようす。はい、さよなら。お疲れ様です。いやー可愛らしいもんですよね、中学生のねジュニアスの形。さあ私はもうそろそろ取材対象が皆さんにお送りする対象がね、いろいろとクラブのこととかね選手のことお話ししたいんですけれども、今日の試合はねでも本当に追いつかれてね、突き放してちょっと苦しい時間帯長かったですけどね、ああやって勝って
そっち。いやー、皆さんがこうやってね、この仲間で全部助けて、あれもね、選手が全部あのスパイクで歩くんでね、これを引かなきゃダメなんですよね。ちょっとすいません、失礼します、一瞬。はいはい、ありがとうございます。さあ、大丈夫です、はい、すいません。じゃあ今回、もうお疲れ様です。あっ、土曜日は試合の といいです。今日と始め、なるほど。そんな。あね、あれですよね。まあ、この、あ、ごめんごめん。扱いがさ、ひどい。あれ何？残念、白井くんがね、今日初出場でしたけどね。でもね、本当迷ったと思います。はい、お疲れ様です、神山くん。こっそりと出てきました。バスが出るのかな。まだズームの打ち合わせするとかって、なんか記者会見かな言ってたから、もうみんな乗ってるかな。かわいいっすよね、この画面のバス。
てる感じないっすよ。乗ってないっすよね。全然。あ、やっと今ちょっと選手の皆さんが来ましたね。ここで張ってれば来るかな。まだ今の鹿沼くんたちとバチくんたちしか乗ってないと思うんだよな。いや、来ないっすね。結構あれだね、選手バスって簡単に出ないね。みんなよく待ってるね。まあ疲れてるしな、お風呂入って今本当に。お、あ、小西社長、あ、お疲れ様です。あの YouTube ライブなんですが今日はもうあれですよね、いいお酒が飲める日ですか。いや、最高です。最高ですか、うん、はい、あの結果おらいで、結果おらい、まずは、はい、勝つことが大事、勝つことが大事で、はい、はい、来週も頑張りましょう、来週も頑張りましょう、ありがとうございます、はい、社長から来週も頑張りましょういただきました。今来るまで、豊川君お疲れ様です。それなにさっきのみんなが入ったプール、このプールあれだよね、これ練習場でさ、もしシャワー使えなかったら買ってなかったやつ。いや、もともとブラジル人部屋に あったんだ、はい、そうなんですね。これね、あれなんですよ、今コロナ禍で練習場の、岡山公園とかですね、あのこうシャワー室がちょっと密になっちゃうということで今使えない状況なんですけども、まあ、言っても夏にもう2時間ぐらい練習して何のクールダウンもなしにっていうのは多分すごくしんどいので、あのさっきも入ってましたけど、みんなこの氷のプールにね入ってるんだよね。だからみんな氷持ってくんだよね。そうですね。だから結構スポーツチームって氷必要なんだよね。氷必要です。めっちゃ必要だよね。めっちゃ必要ですもん。あの製氷機があるもんね。この時期も特にめちゃくちゃ使うよね。はい。うん、いや、そうか。宮城さん。お、なんか来たな。USB ですか。行ってきます。OK です。いいか。いやね、今のね、豊川くんもね、今年からなんですけども、ちょっとさっき話したかな。そうですね、あの田舎から出てきたのかな、豊川くん。確か和歌山か三重か、どっかあっちの方だったと思うんですけど、まあ、優しく考えると変えて豊かですからね、本当にもう、なんか。豊川くん、この後それさ、片付けて、一回事務所戻んの？事務所に戻ります。ほんで、事務所に戻って、それまた、下ろして入れるじゃん、はい、そうです、あの事務所の中に、はい、それでいろいろとなんか片足物し して家帰ったら何時、家帰ったら11時とか12時ぐらい、でそこから風呂入って、風呂入って飯は、飯は、うん、昨日具材とか買ってあるんで。あ、もう買ってあるの、あ、すごいじゃん、はい、あのオフって言われて、お、すごい、ちゃんとやってんだね。あ、そう、なんか俺てっきりここからお弁当もらって帰るのかと思ったら、そんじゃないの。いや、でもまあここでもお弁当は、うん、さっき食べるって言ってました3つ。まあそうだよね、みんな食うよね、はい、だっていくつ今、今年21です。めちゃくちゃ若いじゃん。もう何ぼ食ったって太んないでしょ。いや、めちゃくちゃ太ります。ほんと、まあ見てください、自分めっちゃ、まあ、若干ちょっとちょっと若干ふっくらしてるけど、まあそんなさ、いやいやいや、太るっていうほどじゃないよ。すっごい歌っちゃってます。ほんと気にしてる。でもこのだけの業務すればね、多少食べていかないとやっぱり持たないよね、体がね。そうですね、やっぱちょっと食べないと、はい、しんどくなっちゃう。しんどくなっちゃうよね。もったいない。もったいないね、はい。
じゃあもうこれ以上まだバス出発しない、バス出発しないからみんなの仕事を邪魔しながらですね、人となりをお伝えしてます。社長がゴミを運んでます。社長がほらここがねやっぱり SC 相模原っていうクラブですよね。社長がゴミを運びますよ。あ大丈夫、今日下條さん来てないから大丈夫、平気だよ。平気です、うん、じゃあ社長がゴミ運んでんだったらちょっとグッズ担当もゴミ運ぼうよ。ゴミないです。ゴミあるでしょ、今。だってそこにあるって言ったんだ。おらおらおら、すごい持ってるじゃん。だって、なんか先週はさ、なんか物もらいだかなんだかで、目に眼帯してるぐらいなんだからさ、ちゃんといたわらないともう危ないですよ、もう本当に。これ持ってか、これ、堀内さんめっちゃ重いやつ。それ放送室のやつでしょ、はい、めっちゃ重いやつ。堀内さん、この間ぎっくり腰でしたから、ちょっとそれ厳しいかな。でも転がすだけでしょ。これめっちゃ重いやつです。いいよいいよいいよ。じゃ転がすよ。本当に本当に重いですよ。どれ。はい。これ何ですかこれ。これ何ですか。これあれじゃないですか。YouTube ライブする人が持ってくものじゃないと思いますよこれ。いや本当に。だから言ったじゃないですか。そうですか。まあまあまあいいですよ。もう時間がまだあるんでね。これ何持ってるんでしょう、小田さん。小田さんもいろいろ持ちじゃない。ね、小田さんもね、小田さんも去年まで別のとこいたんだもんね、はい、そうでしょ、はい、みんなね、もうみんなね、あれなんだよね、こう夢を求めてやめてくるんですよ、こういうところにね。もう本当にグッズ担当、今もうあれだもんね、塩沢明乃といえば、相模原の孔明、作詞だよね、作詞。これここ、いいってどこよ。オッケー。やった。いいだそうです。これ立てたままでいいのかな。それほど重いやつ。おめっちゃ重い。横で。あ横ね。ちょっとびっくりしました今。危なかったまた。いいね。今見てないね。いやー皆さんがねこれだけの数の人がねやってもねまだ片付けるものがあるという本当に大変です。今何ですか。そろそろ8時ですね。試合が終わって1時間ちょっと経つかな。あれがあれか、ズームの会議ですね。なんか誰がいいのかなと思ったら、ガラスコンと。ああなるほど。ああいう感じでやってますね。ズームですね。ちなみに私も自分のお仕事をしないといけないんですけれど、どうしましょうね。これなかなか撮った写真を選別しないといけないんですけど。わあ日野さん。あ、お疲れ様です。皆さんなんか言いたいことある？今 YouTube ライブ的なことですけど、多分今相模原市民72万人がみんな見てると思います。はい。あ、一言ですか？いや一言ね、やっぱなんか鈴木さんはね、最近どうですかって言ったら、はい、いや今回ね、今地域の人たちがもうボランティアで来てくださって、はい、まあいろんな人たちがつながっていく様が素晴らしいというふうに感じておりますと言ってましたよ、うん、そうですね、はい、それはもうもちろん、鈴木さんの言う通りで、鈴木さんの言う通り、はい、もう多くの方に支えていただかないと本当ね、うん、我々クラブは本当成り立たない、成り立たないで、はい、とは思いますんでね、とにかく、はいはい、皆さんに愛されて応援されて必要とされるクラブにならないと、ないですね、はい、と思いますんで、はいはい、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうじゃあいろいろコロナで大変ですけれども、はい、営業の方はなんとかなんとか、営業はまあ踏ん張り時ですね、うん、まあ今年は今は今ですけど、はい、やっぱり来年も不安ですし、やっぱりあれですよね、スポンサーさんも皆さんやっぱり大変ですよね。まあ間違いなくね、うん、コロナで影響がないっていう会社さんはないでしょうから、うん、やっぱり何かしらのね影響がある中で、まあ、引き続きこう応援してもらえるような、はい、やっぱりねクラブっていう風になっていかなくちゃいけないと思ってるんで、まあ、そこは営業の力にかかってると思いますんで、うん、まあ、なんとかクラブと一緒に上目指していければなという風に思います。はい、はい、じゃあ4人いますんで4人でぜひ力を合わせて、はい、バッチリと上目指して営業もよろしくお願いします。そうですね、まあ、営業4人だけじゃなくて他にもいますみんなで営業しようね、みんなで営業しようね、はい、もう会長も社長も守備はみんなでやるね、はい、攻撃も守備もみんなでやる、はい、ごめん全員営業、そうだ、ね、全員グッズ全部営業のせいにしちゃいけないね、いけない我々は全てやらなきゃいけないもう全員ね、わかりました、はい、全員サッカーで間違ってました、はい、ありがとうございます、お疲れ様でございます。
そうだよね、やっぱりね、売り上げを全部営業のせいにするってなるとね、やっぱりさ、営業さんも苦しいよね。特にね、もう本当コロナでね、もうこの状況の中でね、お客さん取ってくるとかね、新規でまあとかね、さらに値上げのとかっていうのはやっぱりなかなかね、そういう交渉できない中で、そうは言ってもね、クラブどうしたって運営していくためにはね、スポンサーさんの力が必要なんでね、本当にみんないろいろといろんな厳しさとかね、ストレス抱える中でやってんだろうなというふうに思います。さあ、さてさて、こちらの方はそろそろいいんじゃないでしょうか。でもなんかみんなバスで帰る人はそんな少ないのかな。結構バスで入ってきたんだけどね、来るときどうなんだろう。来るよね、若い人。嘘、一人で行ってみましょう。和田選手とあれかな、白井選手がまだいるからそれを待ってるのかな。インタビューしててもうちょい来ると思います。 あとじゃあ2人来ておしまいですね。多分そうですね。あ、分かりました。はい、バチコお疲れ様でした。ありがとうございます。あの2人だけでした。あ、お疲れ様です。おいす、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、これでね、今日はおしまいなんですって。なんだ、そんなにいないじゃない。じゃあ最後お見送りして帰りましょう。まだ来るのかな。まだ閉まらないかな。これは、さあ、サポートの皆さんと一緒にバスを見送って今日締めくくりたいと思います。3人ですけど、3人のバスが今スタジアムにいます。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、やっぱりね。いやー、勝ったからできますね。これも本当に。ぜひゆっくり休んでほしい。さあ、じゃあ我々も帰りたいと思います。お、なんか手を振ってくる人物がおりますね。あの輩は誰でしょうか。なんか手を振ってくる輩がおりますけれども、何の輩です。終了です。終了ですか。本当ですか。ちょっとじゃあ締めてくださいよ最後。いきなりこうバチンっていうのもなんかあれですから。今日はどうでしたか。じゃあ高さ候補、候補高さか、はい、はい、しょ、お疲れ様でした。今野さんとビジョンカメラの人です。うん、あ、来週ってガヤやる。ガヤって何、やらないと思います。あっさり終わりました。
どうですか、それで今日締めのトークで、今日一日いろいろと YouTube ライブやったりとか、はい、いろいろインスタライブやったりとかしましたけれども、はい、堀内さんがやってくれてるので私は合間合間にもぐもぐできます。そうでしょ、はい、今完全に私の立場みたいなものが非常にこういいところに来てると思いますけれども、じゃこれからはもうあれですね、でもそんな毎回毎回俺もできないよ。いや毎回お願いします。毎回これやるの、はい、あの結構喋るネタ探す必要あるよ。頑張ってください。あ、そうですか。でも正直ね、今日これ全部2時間ぐらいやってますけど、はい、あの喋りたいこと全然3分の1も喋れてないです。そうですよね、いつももっと喋ります。もっと喋りますからね、やっぱりこう慣れが必要ですね、これはね、はい、でちょっと高須さん最後あの基本層バックにしてね、皆さんお疲れ様でしたということでご挨拶いただいていいですか、皆様に。いいですか、高須候補の方から、はい、YouTube ライブご覧の皆さん、はい、今日はホーム初勝利ということでおめでとうございます、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとうございます。あ、それでおしまいですか。非常に歯切れの悪い感じでしたが、どうもお疲れ様でございました。お疲れ様でした。